んですけれども、はい、いや急遽一緒に踊らせていただけることになりました。名古屋から来ましたマナミリカです。よろしくお願いします。嬉しいです。なんか何度かライブ活動してたまに共演してたり、去年はミス秋葉というコンテストで決勝戦で競ったりね、あったんですけど、今日はなんか声かけてくれて、いるじゃん、もう眉毛だけでもしないって言ったらやることになりました。チラシも何もないし、ちょっと衣装じゃないけど大丈夫ですか？大丈夫です。マナミリカ、どうやってか T シャツ着てくれてる人がいるよね。気になったらお兄さんのシャツ取って検索してください。大丈夫大丈夫、取られて俺メモ帳になってイリカチの大丈夫ですか？ありがとうございます。じゃあ優勝する方法、この曲はメンラジのテーマソングにもなっています。勝利の七転び青木という曲なんですけれども、お姉さんと一緒にもも上げしたりエクササイズして、最後は足に力を込めて、あ、ビクトリーで優勝できる、とっても元気な曲です。持ってる持ってる、すごいかわいい。ありがとうございます。で、A メロのところでリンゴタッチしに行くところがあります。みんなそこでは拳掲げるかリンゴ掲げて待っててくれると嬉しいです。よろしくお願いします。みんなお姉さんとユッキーとリカチと一緒に優勝してくれますか？もうコールオッケーなんで、やっちゃいましょうやっちゃいましょう。はい、それでは聞いてください、勝利の七転び青木。できる？チェキ取れますよ。チェキが取れるそうです。しかもコスプレしてるのはすごいレアなので、皆さんぜひ遊びに来てくださいね。はい、よろしくお願いします。はい、そして松山はそちらに隙間時間でいつでも CD とか、ご用意してまして、自販機お姉
仕様のがあって、シャーピーの皆さんのグッズとか上の段がお姉さんのがすっごく当たりやすくて、なんとこの後の時間から3000円相当のだるま T シャツ、そしてこの特別ラッピングリングが当たりやすくなったみたいなので、ちょっとお姉さんなくしちゃったので誰か当ててください。で、だるま T シャツ6色あるのですが、一番人気だと思われる黒を全部自販機に入れちゃいました。ちょっと自販機が怖いよって方、通常でも販売してますが、ぜひ何かしらゲットしてくれたら嬉しいです。じゃあこの後チラシとか配ったり、それぞれなんか握手会ぐらいなんかある、売るものある、ない売るものは分かりました。じゃあマナミリカで検索。はい、じゃあお姉さんはここでちょっと終わったらすぐチラシ配らせてもらいます。終日いるのでよろしくお願いします。あ、じゃあ告知とか最後ありますか、なんか。告知、東京ね、3日間、今日、池袋で1本ライブがあって、明日も池袋で1本ライブがあって、で、その次の日に、東京で、秋葉原で朗読劇の、ライブと朗読劇があります。ぜひツイッターチェックしてください。ありがとうございます。はい。そう、東京レアだからね。じゃあ、ゆっきか、なんか告知とか。はい、来月のゴールデンウィーク明けの9日と16日に東京都内でイベントありますので、皆さん SNS チェックしてよかったら遊びに来てください。よろしくお願いいたします。はい、松山もめっちゃ活動してます。詳しくは X やホームページ見てほしいのと、あと10月8日平日火曜日なんですけれども、 KTZ 横浜にて生誕単独公演を行います。で、今日から一番後ろの列のチケットが間に合いませんでしたが、ちょっとでもいろんなチケットあるんですから、じゃあとりあえず欲しいなっていう方がいたら1000円で売ってますので、ぜひよろしくお願いします。絶対前にしたいです。よろしくお願いします。じゃあもう大丈夫。あ、じゃああと集合写真とかいいですか。あ、じゃあ集合写真お願いします。じゃあ右からなんとなく5秒ずつ。